コツコツミキチャンネル、今日はみたらし団子ならぬみたらしわんこを作っていきたいと思います。イエーイ。早速作ります。まず材料説明ですね。豆腐、片栗粉、団子粉、白玉粉です。砂糖、みりん、醤油、あと水と海苔少々です。はい、まず豆腐の水を切ります。切れたのかな落としそう私よく落としてる豆腐で、ボウルに入れます。豆腐を潰します。ヘラでヘラでっていうか多分何でもいい。豆腐を潰す絶対これじゃない気がするけどまあ混ぜやすいようにね、潰しましょう豆腐を。結構多分ちゃんと潰した方がいいと思う。粉入れたらダマになったりしそうなので、滑らかになるようにこんな感じ。そしたら2白玉粉 150g 入れたら混ぜます。こぼさないようにね。私はいつもこれでよくこぼしている。みたらし団子の柴犬バージョンを作りたいって感じなんですけど、なんか名前がね結構みんなバラバラで、柴犬団子、みたらしわんこ、さまざまなネーミングがあって何が正解なのかわかんないんですけど、めちゃ可愛いんですよ。すごいホロホロになってきた。手袋があればねこっちのもんよって感じなんで。あ、すごいぴったし。パン作りみたいな感じです。こう。でーん、こんな塊ができました。これをね、柴犬の形に成形していきます。これで何個作れるんだろう。パティシエの気分だよ。かなった。とりあえず6個作ってみました。これに耳をつけます。耳作りも難しそうだな。耳第1号三角。柴犬の耳って三角だっけ。三角ですよね。なんか猫になりそうな予感がしてきたよし、耳が12個できたので移植していきますくっつかないよな多分。ちょっと手を濡らして耳を移植した方がいいと思う。濡らして、ちゃんとねくっつけとかないと多分茹でる時に取れちゃうんで、こんな感じ猫だな完全に今のところ。これから仕分けにしていくんだけどな。私こういう地味な作業好きなんですよね。黙々とやるの好きなの。動画的につまんないぞ。皆さんは犬派ですか猫派ですか。お菓子作りとか。でも結構みんなお菓子作りする子多いよね。私がツイッターとかで甘いもの食べたいとか結構つぶやいてるんですけど、そしたらねファンの子たちがリプで今日はお菓子作ったよとか結構来るんだよね。いつもみんな上手なんですよ。しかもすっごい可愛いクッキーとかさ、ケーキとかもパティシエなのかなっていうレベルの作ってて、すごい女子力高いんですよ。作ってたし、作ってた自粛期間中に
ドーナツ、あのドーナツもこの白玉粉と豆腐で、これなんですよ。応用効く。だから白玉粉と豆腐って最強だね。なんかおすすめのお菓子作りの動画とかあったら教えてください。もしかしたら今度作るかもしれない。私ができそうなやつでお願いします。はい、耳移植しました。6匹の柴犬ができました。あ、眉毛だ。眉毛もつけた方が多分柴犬っぽさが、あ、じゃあ眉毛あるのとないのにしてみようか。眉毛も取りやすそう。3つ眉毛つけました。でん、こんなに余っちゃったな。お尻か、お尻なのか。まだ余ってるので柴犬のお尻を作ります。丸を作って、なんか竹串でこうしたらなんか良さげになるのか。こんな感じ。でもかわいい。尻尾もつければいいのか。よし、こんな感じで犬のお尻もできました。では茹でます。お湯を沸かします。の間にタレを作る。醤油 30ml、 みりん 30ml、 片栗粉 30ml、 砂糖 60ml。やばいやばいやばい、やったわ。待って、やった、100も入れちゃった。60なのに。いやか、甘みが好きだし。200、溶けてくれ片栗粉。やばいやばい、いい感じ。じゃあちょっとひとまずこれを置いといて茹でていきます。これをどうしよう、そーっと入れればいいか。一個ずつか。茹でられてる。眉毛が取れた。眉毛が見てる。水を用意しておきます。眉毛が、顔用の糊を切るか。目をつけるから、浮かんできたからいいんじゃない？浮いてから2分。浮いてから2分？じゃああと2分だ。よし、いいぞ。いや、そう、眉毛も無事。これは、これは片眉。霧が茹でられてる。大量のラストお尻。あ、お尻が。よし、ではタレを作ります。これをちょっと溶かします。クリコがね、固まっちゃってるんで溶かしつつ。よし、豆乳。すごい、なんかキャラメルみたいな色。タレっぽくなるのかな。なってもらわないと困るけど。お、なんか、あ、固まってきた。すごい科学の実験みたい。色がなんかすごい薄く見えるんだけど、私は。私も。あ、なんかすっごい固まってきた。わあ、超熱そう。あ、おいしい。みたらしや。あ、いきそう。
あ、すごい固まってきた。面白い。あ、なんか色濃くなってきたくない？え、ってか温めすぎ？もういいのかな？止めちゃって。止めます。すごいブリブリ。あ、いい感じじゃない？ってかちょっと固めすぎたかもしれない。よし、茹でた犬たちをキッチンペーパーの上にちょっと置いて水を切りました。大きめのお皿に乗せていきます。大集合スペシャルじゃ。あ、顔がむずいぞ、きっと。鼻でかめっちゃ鼻でかい犬できたんだけど。全然可愛くない。できた。残りのお尻を詰めます。おじいちゃんがいっぱい。よし。そして長い道のりだった。タレを、おお、お尻をまずやった。タレの粘りが半端ないな。タレをかけます。片栗の存在感が強すぎてネバネバ。やばい、映えない感じになってきてるよ。映えるはずなのに。顔半分とかお尻半分にかけた方がいいと思います。全部じゃなくて。その方がなんか芝感が出るはずなんですけど、出ないですね。この感じ。みたらしわんこできました。てれーん。絶妙な出来具合。おじいちゃん犬みたいになってしまいました。なんでこうなっちゃったかな。食べてみたいと思います。お尻を食べてみよう。ちょっと立ち食いみたいな感じになっちゃってすいませんね。いただきたいと思います。ちょっと粘りがすごい。いただきます。うん、うん、うん、みっちり。まあでも普通にみたらし団子です。でもなんかみっちりって感じかも。まだ足りなかったのかな、茹で時間。どうなんだろう、微妙だな。なんかもちもちではないものができた。まあちょっと今回は成功ではなさそうな気がする。本当はもうちょっと可愛くできる予定だったんですけど、ちょっとおじいちゃん系になってしまいました。でもこのやり方でね、きっと上手な人はもうちょっとね、可愛いみたらしワンコができるはずなので、みんなもよかったら挑戦してみてください。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ミキでした。バイバーイ。See this love is taken.